かにお受け取りご紹介いたします、はい、よろしくお願いします。お渡しいたします。日本の民主主義を私や社会全体で守れていますか？有権者としてその役割を自覚して、あなたの持つその一票で社会を変えましょう。選挙権を得た人も得ていない人も、そういう自分の行動に、目を向けて、一つ一つ社会に出る一歩として、これをいい機会にしていただきたいと思います。選挙をせずに政治に不満ばかりを持つ無責任な大人にはなってほしくありません。より良い国や地域を作るために与えられた一票を大切にしてください。その選挙権を持つ一人としての責任を改めて感じます。茨城県知事選挙が私にとって初めての選挙になるので、大切な一票をしっかり投じたいと思います。